こんにちは、フィーフィーです、えー。米中関係の緊張が続く中で、アメリカが中国の排除どころか、中国を本気で潰しにかかっています。アメリカが中国の総領事館の閉鎖を発表、これに中国も反応しました。 外交上、この大使館だったりとか総領事館を閉鎖っていうことはとんでもないことなんですね。一般的には戦争の前触れとも言われています。一体何が起きているのでしょうか。7月24日、中国が生徒にあるアメリカ総領事館の閉鎖を発表しました。これは同時にこのアメリカ総領事館のすべての業務と活動の中断を要求するものです。 生徒のアメリカ総領事館は1985年に開館していて四川省雲南省貴州省チベット自治区そして重慶市というこれら中国西南部を管轄する領事館です。でなぜこのタイミングで生徒のアメリカ総領事館が閉鎖されたのか。 実はアメリカはこれより前に7月21日にアメリカの知的財産権とアメリカ国民の個人情報の保護を理由にテキサス州のヒューストンにある中国総領事館を閉鎖することを決定すると発表していたんですね。つまり中国側はアメリカのこの決定に対して反発しそして前もって報復措置を実行したということ。 中国の外交部はこの生徒のアメリカ総領事館の閉鎖に対し中国の決定はアメリカの行為に対する正当で当然の対応であり国際法、国際法上のルール、外交の関連に沿うものと声明を出しましたまた米中間の現状は中国が望む状況ではない全てはアメリカの責任 アメリカが誤った決定をすぐに撤回し両国の関係の正常化のために必要な条件を用意することを求めると主張しましたただまあ近い将来アメリカがこのような要求に応える可能性は低いと見られます生徒のアメリカ総領事館を閉鎖したことでアメリカも 国内の中国の公館、要は大使館や、えー、総領事館ですよね、を閉鎖するだろうし、まあ、中国もこれに対してさらに何らかの報復に出て、米中両国の関係は悪化するだろうと思われています。今回ばかりはさすがにアメリカは本気で中国排除に乗り出していまして、ポンペオ国務長官は、 全世界のアメリカの同盟国と中国の国民が中国共産党の行動を変えるためにアメリカと共に動こうと中国に対して挑発的な発言をしています外国の交換つまり大使館や領事館の閉鎖とは外交関係において最も強力な措置の一つでそれこそ両国間で戦争などが起きようとするときに行われるほどのことなんですね で中国政府はとんでもなく不当だと怒って報復に出ることもアメリカとしては想定内であったと思われますアメリカが中国側にヒューストンの中国の総領事館の閉鎖を通告したのが7月の21日アメリカは24日7月24日の午後4時までこれ金曜日ですね先週の までの72時間以内にヒューストンの総領事館のすべての活動を終了し施設の閉鎖後には外交官などを速やかに撤収するように求めていましたただこの時中国側このヒューストンの中国総領事館の敷地内で怪しいことが起きていたんです7月21日の夜8時頃から でこの中国総領事館の中庭で職員たちが鉄製の箱数個の中に文書を入れて燃やしているところが周囲から目撃されているんですねで私もこれはあのネットで動画を見て確認してるんですけれどもなんか燃やしていました確かに、まあ、火事とまではいかないんですけど煙が出てて火の出ている様子は見えました でえ、まあ、周辺地域から火災の連絡を受けたのでしょうか、まあ、アメリカのことですから、まあ、衛星画像でもしかしたら映像で確認をされたのかえこのあと消防隊員が出動して現場に駆けつけたもののなんとこの総領事館の中には入れてもらえなかったと言いますちなみに、まあ、皆さんも気になるかもしれないんですけれども治外法権である大使館 まあ総領事館、領事館ですよね。で、火事が発生したら、その国の消防はどうするのだろうと、えー、気になったので調べてみました。外交関係に関するウィーン条約と、領事関係に関するウィーン条約によると、外国の大使館、領事館には、不可侵、つまり侵害を許さない上での違い法権を認めますというふうになっているんですね。 で、火事が発生したという状況は、まあ、法だの条約だの言っている場合ではない、その国の安全をまずえ、優先すべきほどの事態であるということ。ですから、その状況下ではまさしく違い法権よりも、この不可侵権が優先されて、消火活動が行われなければいけないんだよと、まあ、こういうふうに定めているわけです。で、話を戻しますけれども、 さっきも言いましたが国内にある外国の大使館や領事館を閉鎖するということはとても大きなことなんです自国の主権や国益が侵害される場合に行われる措置なんですね例えば2017年ロシアがアメリカの外交官を国外に通報したことがありましたが この時、トランプ政権下だったアメリカは、サンフランシスコのロシアの総領事館と、とワシントンのロシア大使館の付属のビル、あとはニューヨークの領事館の付属のビル、計3カ所の閉鎖を命じました。 これは2016年ロシアによるアメリカ大統領選への介入疑惑で、まあ、ロシアとアメリカがですね対立が起きたことでアメリカとロシアの関係がこじれて、まあ、双方でそれぞれ行われた措置なんです今回のアメリカの中国の総領事館の閉鎖への動きもアメリカ国内ではそれ相当の理由があるとその正当性が認められて行われましたさて アメリカがヒューストンの中国総領事館の閉鎖の理由についてなんですけれども、先ほども言いました。アメリカの知的財産権とアメリカ国民の個人情報の保護のためと明らかにしているんですけれども、その知的財産権が具体的に何であるのか、何が侵害されたのかというのは、内容は公表されていません。 ただし、アメリカ政府がヒューストンにある中国総領事館の閉鎖を求めた7月21日、この同じ日に、アメリカの法務省が新型コロナウイルスのワクチン開発に関する情報や、またアメリカの企業の情報を10年間もハッキングしていた疑惑で、2人の中国人を起訴したと発表しています。 基礎上には、彼らが中国の国家安全部の下で、アメリカの最先端技術企業や製薬会社、また、反中国共産党の思想を持っている、まあ、マークされていた人ですよね。そういった人たちを広くハッキングを行っていたと、そう書かれていました。 特に最近では新型コロナワクチンの治療薬、検査に関する研究をしている企業に対して調査をしていたと、調査というかハッキングですよね、していたと基礎上にあります。アメリカ政府高官はこのスパイ行為はアメリカにある中国の総領事館の外交部からアメリカ国内の大学の 研究員として在学するこの中国人に対し情報は盗むよう指示していたものだと言っているんですねでねもう一つ別があったんですけれども別の件もありましたえ女性なんですけれどもアメリカにある中国領事館に身を隠していたところを24日にアメリカ当局によって逮捕されたといいます 中国人ですね。この中国人女性、カリフォルニア大学で研究員として働いていて、この容疑者はですね、中国軍の研究員だったそうなんですね。で、アメリカのビザの申請する際に、中国人民解放軍であるという経歴を隠していたというんです。で、これが問題となって起訴されました。 中国政府は世界のどこよりも早く新型コロナワクチンを開発しようと今力を入れていますからワクチンに関する情報が狙われているとアメリカの政府高官は話しています閉鎖と撤去の期限を迎えた24日ヒューストンの中国総領事館では職員が次々と荷物を外へ運び出しトラックに積み込む、まあ、様子があったそうです 中国の総領事館は7月の24日声明でアメリカ政府による閉鎖命令に対しこれは国際法と両国間の条約に違反し両国の関係を損なうと強く非難しましたただまたいつ何時業務が再開することもありますから中国の総領事はこうも言っているんです 今後どこにいても中国とアメリカの南部の人々の友好的な交流と協力を支持し続けるという,という言葉を忘れませんでした厳罰にもなるスパイ防止法のあるアメリカでこれだけ多くの中国のスパイ活動が日常的に行われているスパイを防止するこの法律もない日本が海外から見ればスパイ天国であるのは間違いありません あまりに中国のスパイに対して無防備であると思うわけですアメリカの問題という見方をするのではなく日本への大事な継承として受け止め日本も何らかの対策を取るべきではないでしょうかまたアメリカは本気で中国の排除に動いていますこれは日本としてはチャンスだということで日本政府もここではっきりと意思表示をするべきではないでしょうか さて、ここまでお話ししてきましたが皆さんはどうお感じになりましたでしょうかぜひコメント欄にどんどんご意見をお寄せくださいそしてフィーフィーチャンネルの登録もお願いします